こんにちは、なんなんすか、ちょっとここあれ、まさか、やべ、まさか君たち、はい、はい、ということで、本日の企画発表させていただきます。はい、はい、マイクラ、ボートレース。いやー、懐かしいな、これ帰ってきたボートレースや。やばかったよ、前回。本当に、うん、前回から1年以上経ちましたけれども、1年経ってんだ、もう。伝説の1時間動画の企画ですね。やべえよ、あれ。前回やばかった。フグね、フグ。まあ、いろんな苦い思い出があったこちらの企画ですけれども、うん、2023年、リターンズとして。はい、すげえ。年一でやるって感じですか。怖えな。今回も、まあ、この、川のルートに沿って進んでいただきまして、ゲートにお題が書いてありますので、そのお題のアイテムを入れるとゲートが開きます。あー、はいはい、なるほど。進んでいっていただいて、ゴールにたどり着いた方から勝ち抜けということで、うん、今回は全員クリアするまで行っていただきますので、最下位の方は最下位が決まった状態でやらなければなりませんので、ね、いや、良くないね。そっか、これもともと対戦企画か。そうです。なんか勝手に友情物語だと思ってたよ。みんな応援してたよ、お互いを。友情物語カラオケパーティーみたいな。カラオケもしたし、何なんだその動画。というわけで早速始めさせていただきますが、対決だ、それいい勝負しよう。あの皆さんの色のボートを。すげえ。おお、いいね。俺ピンクがいい。俺ピンクがいい。ピンクがいい。俺変わらん、変わらん。このボート早いよ絶対。俺の黄色なんかちょっと暗めじゃない？いや、タイタと同じ色です。違うだろ、どう考えたって。なんかペンキ塗ったみたいな感じだったんだもんね。なんか色はげてる。色はげてるとこあるよ。色はげてんのこれ。これ不穏だな。ちょっと劣化しちゃって。年季が入ってる。年季入ってる。それ1年経ってるんだから俺ら。絶対遅いじゃねえかよ。では、もうゲーム開始いたしますので。敵だよ、みんな。そうだぞ。では、もう今、一番前まで進んじゃって大丈夫。おいおいおい、一番前。2箇所のゲートが分かれてるところは右左どちらか選んで進んでいただくと。なるほど、了解。選んだら戻れませんので、必ずそちらのお題をクリアして。なるほど、そっか、そうだ。なるほど、了解しました。では参ります。よっしゃ、マイクラボートレースリターンズ、用意スタート。いけー。よっしゃー。あれ、みんな遅いんじゃない？ちょっとほらあれ、いや、そういうことか。そういうことか。分かってないね、来るなって、ほんとに。正直、うん、食べ物ってそんなに重要じゃないよ。いや、これそうだ、ボートレースといえどもサバイバル能力が求められるから、うん、なんか探検したりとか。そうだね。うん、だからちょっとちゃんと初期ツール作っとく。もう誰もお題見てないよ今。いや俺は見たよ。やべえ、それは頭いい。ちなみに俺見てないよ。俺も見てない。俺も見ようとしたらタイタイに釣られた。なんでだ、俺のせいするな。二人とも誰もお題のとこ来なくてびっくりしたわ今。あれ、ボートがね、変なところに。そんなにアイテム欲しいって思った。いや、ちょっとそれが京都出ちゃうんじゃないの。いや、そのね、っていうね、染みついちゃってるんだよね。あー、なるほどね。先に村で変わるっていうのが、俺がアイテム集めてるの見られたくないんだよ。そういう意味では。うわ、そういうことね。いや、いつでも全然見るんで。いや、近場のやつも取り切っちゃえば、だってもうそれはそれでもう俺有利だもん。まあ確かにな。要素がどこにあるかだよね。ちょっと早くお題を見るっていう、まずその初歩的なさ、一歩目をやらないといけない俺は。何を石器時代を到来してるんだっていう。いや、俺もだよな。だいたい俺とレベルが同じなのはどうだ。いや、俺がちょっとアイテムを取ってたら、大体近くいたんだよ。大体何を取ってたか教えてくれ、今すぐ。見えてないと思ったんだよ。ベッドかな。あ、でもそんな見えてないな、じゃあ。あれ、やばいぞ。あ、なんだ、大体お題を教えてくれ。サトウキビ12個。本当にマジで、うん、本当に。ここはなんかあんま変わらん気がするから。なるほどね、なるほどね。俺も一応見とく。俺も一応見とく。もう信じてやるよ、タイタイよ。あ、全然違う、全然違う。全然違うやん、この人。怖い、この人。この人怖い。置いとくまーす。怖い。マジで俺、マジで佐藤牛取りに行こうとしてた、今。危ねえ。近場にあるやつ。タイタイ、マジ嘘うまくなってるわ。いや、タイタイが今、佐藤牛取ってるから。シンプルに俺のミスじゃん、それ。そっか、泳いでいっちゃいけない、これね。ただ、ここに、うわー、アイテムを入れて、あ、
はいはいはい。うわ、この相乗りしてはこのビッグウェーブに。はい、こちらで、はい、オンライン。オッケー。わー、よし。いや、次のこれ。うわー、もうタイタイしれっとゴールしてんじゃん。やば。いや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 。うわ、なんだこれ。タイタイ、騙されなかったな、俺の動きに。やべえな、これ。え、いや、タイタイの目の前であえて種を取ることでタイタイにミスリードを。やべえなマジで。いや、おわめ、それで言うと、うん、俺シンプルに見てなかったわ。ちくしょう。シンプルに。あ、むっちゃみんな下いるわ。次が鉄ブロック5個か。その同じので言ったら意味ないかける5なだけなの。いやいや、5個取って。じゃあ大体さん、なんでだよどういう理論。もう本当は3つだけど、じゃあ5個取ったらいいよ。じゃあくだらない。くだらない。本当駆け引きはいらない。これもういらないか。うん、いらないと思う。怖いな。客観的に見て、客観的に見て。そっか、いや、急に泣いちまうよ。泣いちまう。あー、ほら、これ泣き虫勢。はい、泣き虫勢。いや、この感じで言うとダイヤありそうだから、鉄多めに最初に取っとくのありなんだよな。いや、それはね、実際ありだと思うよ。実際ありだよね。もう、急がば回れというか。そうだね、うん、本当にその通り。ちな、俺も鉄14個もあるよ。なるな。いや、このやるなぁの感情のコムテンやるなぁ、大体もう集まってるな。集まってるかあるな。集まってないよ、本当に。今ちょっかぼりして上に上がってんじゃない。もう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 。いや、俺はそういうことだよね。うん、まあ、ぶっちゃけぶっちゃけもう嘘やめよう。うん、嘘よくないからね。あの、あれしてる今。焼いてる。いろいろ準備、ツールの準備とか。あーあー、鉄ツール橋作る、まあのためにやってる、うん、っていう。そういうことね。でも言ってたら俺も鉄死ぬほどあるんだって。やべえな、ちょっと俺も欲しいな。鉄のツール橋はやっぱみんな作ってるから俺も作ろう。流されるな。いやいや、そうでしょ。俺の方向に寄ってきたりよ。いや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 、大事よこういうの。バン、流されすぎも良くないからね。はいはいはい、タイタイさん、救急さん、あっち行けって言うんですか。あらららら、そういう捉え方もできる。あー、泣いちゃった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 。なんなんだこれ。これで言って大原が別に俺のこと守ってくれるわけじゃないんだよな。俺遠くで石投げてるだけだから。少なくとも敵同士。決まっちゃいましたけど、鉄つる足ナイス。みんなボケっとして、そうやっていいんですかって話。ダイヤモンドゲットーン。これでダイヤモンド全く関係なかったら笑うんだよな。いや、ちょっと恥ずかしながら俺同じムーブをしてるんだよね。いやでも全然あるかもしんないから。いや、あるある、これはある。俺はもう予想していくよ。じゃあ俺ちょっと先に、逆に俺行かずにやるから。あら、ちょっと俺のリアクションで次のやつ予想しよう。いや、嘘じゃん、そのリアクションが。まず絶対に、よし、絶対に嘘なんだもん。絶対に嘘だもんね。なんで絶対とかそんなこと言う。あんまりそういう決めつけるのよくない。あ、やばいやばい、今日全員的だ。やっぱ全員的だ、やっぱり。うわ、タイタイさんがダイヤモンドオンラインしてる。いや、皆さんダイヤモンド達成してますね。はい、まあ、一応ね、一応って感じ。一応一応、あとね、もうツル足作れちゃうかもしれないから、たくさんあったらね。そうそうそう、こういうのちょっと取っといて。まあでも取りすぎよくない。あれ、大原が本当のため息出たよ今、多分。マジモン、マジモンじゃない、今のため息。まあため息かため息でないか、ちょっとため息だね。ちょ、ボーグ作っちゃって、無理やろ。いやいや、ここでリンゴの可能性あるぞ。いや、確かに可能性ある。一周回ってリンゴの可能性あるよ。一周リンゴある。人の直下掘りの穴にマグマ垂らすのはありですか。質問来てた。あれ、うん、あり。質問来てた。俺そこ普通にゴミ箱として使ってる。おい、たまたま穴があっただけ。そう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 。あ、そっかそっか、法的には問題ないんだ。おい、普通にボート作ったら究極の色ボート出てきた。いいね、それはもうしょうがない、ご愛嬌です。緑色のボートだ俺。 OK、 さあさあ戻ってきて、どこにいるの今。ここで、これで一回帰るか俺。
あ、うわ、ぶね、マジで、はい、あ、死ぬ、一人死ぬ、あ、って帰ってるの、よしよしよし、え、ちょ、死に戻り系 YouTuber やん、それなんか、いやいや、あえて使うのってそれありなんですか、いや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 、そっか、地下だから、確かに、うわ、それいいな、それいいな、勝ちに貪欲だからさ、それ俺思いつかなかったわ、それ悪いね、いいな、それいいな、はい、悪いやめろってそういう一人をその貶めるような行為やめましょう3人で楽しんでやりましょう、ゲームは、いや俺は勝負に鈍感だ、鈍感じゃダメだ、鈍感だじゃあもうそれでいいよ、勝負に鈍感ダメだもん、そのままでいてくれ、向いてなさそう向いてない、試合に向いてない男、シンプルに向いてなさそう、てかのところシンプルにむずいぞ、さあなんだこれ、だから俺はお題むっちゃ気になるんだよな、あ、でもなんか大原が確かにクリアできてないから、あ、本当にむずそう、そう、いや、ちゃんとむずいよ、いやいや、これはえぐいって、花五種とかあんじゃない、なんか、今言わないととこも、俺を舐めるなよえ、これ結構むずない、火薬じゃない、火薬、いい線いってるね、キヨキさん、火薬とかでしょ、キヨキさん、その5倍はあの絶望するからマジ、覚悟してた方がいい、初っ端からむずい問題、これ、いやいや、これ結構ね、むずいと思う、俺は結構やば、いや、俺のリアクション正しいでしょ、いや、正しい、またまた大原と思ってたけど、これ結構沼の予感、沼の予感、全然沼れる要素ではある、怖えな、さあさあさあ、キヨキヨさん、はい、戻ってまいりました、こちらですね、はいはい、はい、いや俺は、はい、こちら究極の2択で進んでる俺、よし、さあさあさあ、どっちが正解か分かんない、ダイヤモンド、うん、うわ、はい、そっちが早いか、どうだ、ダイヤモンド、いや多分ね、タイタイが想定してるムーブなのかな、どうなんだろう、さあさあさあ、俺もみんなと一緒だよ、いや、まあでも俺持ってるかもしれない、持ってるかもしれないよ、もう俺、なんだろう、持ってたらすごいよ、それ、チート疑うよ、俺はチートだよ、ガチえ絶句キヨキヨ来たちゃんと絶句したガチ、これガチか、これガチやん、やばい、初っ端から来てるね、バイブス上げてきてるね、お題が、うん、死んで戻ろう、完全にいや、だから死んで戻る前提だ、でも集まったってこと、大原、確かに戻るということはお主、ちょっと場所が良くなかったなと思って、あら、いや、嘘つけい、嘘つけい、あの、何も信じくんないじゃん、あら、もう誰も信じないもう何一つ発言しても信用してくれない、あー、泣いちゃう、なんなんこいつ、おおメンタル怖いね、いや、だから TM で砂と追われると怒るタイプ、いや、火薬と砂だよね、火薬と砂、なんでそんなこと言ってんの、レベチな人いる、お、来たかも、だって TNT 砂漠見つけるとか、うん、言って TNT って何の話もう終わってるじゃん、完全にそのフェーズ、ん、 TNT まだ来てなくない、あらららら、ら、ら、いやいや、もう終わったのよ、あの、終わってるね、この男終わってるね、完全に終わってる、なんでそこまで言われたの、ちょっと違う違う、意味合いが違う、誤解がある、うん、ちょっと意味合いが違う、ディスられた俺、意味合いが違う、終わってるじゃなくて、そう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 、うん、フィニッシュしてるってことだよね、難しい、人生が人生フィニッシュしてるってこと、やばいやばいやばい、終わってるから、もう大変もう言葉がむずい、言葉が、いやー、このこれやばいな、マジで海コースミスったかもしれん俺、おっ、そういう戦略か、なるほど、そう、もう砂漠をね、じゃ結構、あっ、何、爆発しちゃった、アディオース、やばい、なんでこれ運じゃないの、クリーパーって、クリーパー運でしょ、クリーパー運だけど、うん、まだその次元、あらっ、クリーパーそんなすぐ見つけた、大体さんじゃなくて大原、いや、ただ、さっきいたんだけど、うん、いや、俺もどんどん爆発させちゃってて、ねえ、そうだよね、絶望系多くない？なんか、あんまり
沼らなそうな雰囲気。なになになに、その進捗、なにその進捗。戦術的漁港。いや、その進捗なに。これは関係ないやつ。関係ないの、ほんとに。それやばいよ、なんか見たことないんだけど、その進捗。やつ出ないけどな。確か関係ないやつやんないで、ちょっと、ごめん。え、なんだろう、戦術的漁業って何？なんだっけ、俺も今ね、あ、知らねえか。あら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 、知らねえなら安心だな。あら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 、確かに火薬だね。俺はもう今から、え、タイタさん、海なん？いや、海で砂漠探してんだけど。いや、これはあるぞ。俺もう引くに引けんくなってんだよね。いやー、そうだよね。結構遠くまで来ちゃってて。砂漠探してんの？そうそうそう。あ、思ったんと違うとこ攻めてた、大体。いや、今後のために。いやー、今後のためにって。砂漠ってか、砂漠、うん、いや、砂漠とか、あとね、あそこでも入ってんのよ、宝とかにも。だから、まあね、まあ、火薬も入ってるし、入ってはいるね。そう、そういうルートで行こうと思ってんだけど。はい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 。いや、あれだよ、なさそう。敬礼をするで。え、敬礼する？敬礼、くるふるえはしないっす。あ、敬礼ね。いや、あれですよね、老後のために、老後のためにって言ってたらね、あの、体力なくなっちゃいましたみたいなことありますから、今使いましょう。僕たちは今を生きているんですよ。いや、あの、言っとくけどね、その、うん、結構適切な表現、それ本当、まさに今の俺の可能性がある。恥ずかしながら。恥ずかしながら。恥ずかしながら。そっかそっか。やべ、でもちょっと俺も洞窟なんだけど、クリーパーがあんまいないな。脇分散してんのかな。いや、まあ、ある程度は分散してると思うよ。みんな遠くに。だって俺今海いるからね、いっぱい湧いてるよ。あー、そっか、イカ、そっちでイカになっちゃってる、俺のクリーパー。イカになっちゃってる可能性ある。イカになっちゃってる。イカになってるよね。マジ、イカもういなくなってくれ、もう。やばいこと聞いちゃおう。おいおいおい、なんだなんだ。なんか多分俺たちができないように多分沼らせてきてるんだと思う。できないようにしてんの今、うん、完全沼らせポイントきてる。いや、沼らせ面、沼らせ面きてる。沼らせ面をしようとしてる。なに、なんかまだ2人とも PNT で沼りそうな気配を感じたから、うん、もっと沼らせやろうかなって。もうなんだなんだなんだ。そう、やめろ、そういうことすんの。おい、それあれ、モンスタートラップとか作ってんじゃないだろうね。それやばいな。そこまではせん。モンスタートラップ作ってさ、もう脇そっちに全部いっちゃってますみたいな。それやばいな。友達いなくなる。友達いなくなる。うん、間違いなく。やべえ、どっか。友達いなくなるか。おー、開き直るな。やめろ、アラメ。やめろ、その手を、その手を外せ。その手を外せ。いや、わかんない。手を上げろってこと。なんか理解できてなさそう。ないの。いや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 、もうそれレベル高すぎて、ちょっとさ、もうごめんなさい、ごめんなさい、そうそうそう。やめてくれ。え、でもね、そんなに沼らない可能性もね、全然あるんだよな。待って、なんか、ええ、達成した？いや、今くしゃみしたから失礼しました。あ、あ、くしゃみか。達成しました。え、待って、こんなとこの宝初めて見たかも。何、宝、宝あった。どこまで行ってる。いやいや、し、マジで海近くなかったぞ。普通陸じゃん、全然陸要素のない感じ。いや、ジョリーロジャータイタイ。うん、え、ジョリーロジャータイタイナウ。うん、コンペ切ってる。コンペ切ってる。うん、まあ俺がいつまで経っても洞窟にいると思うなよって話やろ。いや、終わった。終わった。だって今からでも進路変更した方がいいって。今から、今から、だいだい、洞窟に来るんだ。一緒に洞窟で戦おう。もう自分にはもう宝を探す記録がもう残ってない。諦めんなよ、諦めんなよ。宝探しのタレタレだろ。トレジャーハンティータイタイだろ。トレジャーハンターだろ。なんでハンティ。トレジャーハンティーティー。だってよく自分のことティーティーって言ってる。そうだよね。いや、言われてるだけであんまり自分で言ってないの。タイ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 。お猿さんだよ。そうね。
じゃあ煽りだぜこれ絶対間違ってないしこれ煽りだなマジでいやそういうことなの違う違うそういう意味で言ってたの俺は煽った言うた大原が煽りって言ったよこれ大原ひよきょさん今絶対煽ったでしょちょっとショックかもしれないおさるさんだよ合ってるだろいや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 これ僕はそんなねミュージカルついにだよおいついに見つけたぞえ砂漠を俺はマジ俺これでやるな砂浜で砂浜であれ待ってメッサじゃねえかおメッサわあいいな思ってないでしょメッサレアバイオームやん思ってないんだから言わないぞ絶景を巡るシリーズだっけ違うのよそんなほのぼのした企画やつ旅ではないのよほのぼの絶景見るシリーズいや本当にまずいかもこれ俺も大体を適当してみてませんタイタイ帰ってこれませんいや本当にロマンを追い求めた結果大変なことになってる笑えないよ今ちゃんと戦いには誠意を持って答えるべきだつわものの思考じゃんちょっと一回隠れて勝負でちょっと今手を抜いちゃいけないなと思っていやまあそうだおっしゃる俺が本当に容赦なくやるんだったらこれぐらいはするなっていう動きをしてるおなんで受けて立とうじゃねえか小原やるかやり合おうじゃねえかよやんのかやんのかおいやんのかおい俺たちライバルだろそうだよ確かにゾーキ俺をやってくれちょっと今甘く見てたよそうだ甘く見てただろよしよし来い全力でかかってこいよ本気で来い本気で来なきゃ燃えねえよ俺だってオッケー俺だって燃えねえよ受けて立つぜボート燃やすとかやめろよ多分今のオッケーで多分エフイことしてんだろよし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 はいはい戦略的地ですよこれがナイスケットかかったな待って砂漠小さすぎて泣きそうなんだけどいや TNT あれピラミッドない可能性あるもんね TNT ってかいやそれはないわいや違うピラミッドがない可能性があるそのいやピラミッドを見つけらんない可能性全然ある TNT オンラインよっしゃおおうわおおはらついに俺と並んだないやなんか並んでない気がするわええー、その先の先とか行ってそううんそれはやばいあれよしどうだ逆も上げるじゃあちょっとそろそろ先行かせていただきますわいやその俺が何してんのか本当に気になるなんとかを連れてこいとかそういう系だったらまずいんだよないや連れてこい嫌だないやそういう系ではないまあ死て言えばうん火を放ったぐらいあれなんか怖そうあれ俺のボートがあここじゃねえよもうちょいあでも全然ね大丈夫大丈夫てかさ最初原木預けたじゃん、うん、原木預けた後2択だったんだねねあそうだったんだうん俺1個しかないと思った片方ダメだもう大体あれプライドを捨てますプライドを捨てた男洞窟に行きまーすいいだろうプライドとは言わないそれをやってられっかよもうはいこちら TNT オンラインほらよしよし大原行くぜおっしゃこいや君との戦いださあ今回は一つあれボートがない待て山火事だ何をした貴様貴様これは人工的な火事の可能性が非常に高い放火じゃないか大丈夫か何をした貴様大川立派な罪なにただちょっと多くの木に火をつけただけなぬ貴様多くの木が必要だとおぉ花とかもいらないわもうちょっと手持ちがすごい。はい、絶望しております。あれ、絶望面来た。絶望面来たよ。はい。待って、なるほど。25。25って結構。火薬必要だな。25。25火薬って結構必要だな。ああ、舐めてた。
ちゃんとやる必要あるよ、マジで。いや、そうよ。ああ、まあ、だから、タイタイさん、そっか、砂漠前提だったから、結構、ね、なんか、一発でもクリアする。確かに、一発想定だったって可能性あるな。いやー、このね、なんか、喋れない歯がゆさもあるよね、この。今、自分が取り込んでる課題に対して。うん、いや、そうなのね。いや、俺全部言っちゃっていいってこと。よし、これもやっちゃう、これもやっちゃう。オッケーオッケー。いや、まず多くの木取っとこう。このまま進めそうにないな、なんか。たださ、多くの木取っちゃうよ、俺。いいけどね。これは、一回ちょっと死んでから考えるか。ちょっと俺も山火事起こしちゃおうかな。おい、そんなことしたら大原めと一緒になっちまうぞ。よかろう。あれ、なんかそれタイあります。あー、タイ、あれタイのみ、タイタイだけに。おーい、パフ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 ーン。タイタイのタイはタイのタイ、タイのタイだったの。いやだ、それタイタイってすげーひねくれもんじゃん。タイのタイやだね。超ひねくれてるやつじゃん。タイのタイやだわ。タイしかない男。タイしかない。確かに名前タイしか、タイで構成されてるから、そういうことか。やばい、ね、やばい。っていうか俺、新しいお題に対して今何もできていない。あら、そんなおやばいんだ。いや、お題を見て絶望して、あるいはもうぴょんぴょんしてる。え、そんな絶望するの？するよ、ちなむと。ちなみにぴょんぴょんしろとかいうお題ではない。ねえだろ。なんでだよ。あー、タレさん泣いちゃった。タレさん泣いちゃった。優しくしてくれよ。よし、優しくなり、タイ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 。それもしかしてそのタイって。いやいや、めんどくさいな、もう。そうです、タイタイのタイです。タイタイ、潮深いな、やっぱタイタイ。戦略的に名前もつけるかね。ちなみに、まあまあまあいいや。ちょっと僕頑張ります。あと1、2、3、4、5。はやー、いや、これ多分ね、絶望思い出したんだよ、そのうち。あ、マジで。いや、俺もね、かなりこれ絶望してる。いや、そんなやばい。それはいい話だ。やばい。いや、いい話なんか。俺もそれ食らうな。そうだね。まあ、ただその差が詰まるかもしれないよね。確かに差が縮まる可能性は。あ、まあそれはある。まあちょっとこれ、まあ僕一回死ぬんですけど、まあお題僕クリアするとして、ジョアラさん、なんかタイタさんにエール送る？まあ送る、いいよ。うん、いや、もう僕はエール送ってもいいかなって思う。なんか、え、そんなやばい。なんかタイタはね、うん、なんか間違いを犯してる。タイタさんは間違いを犯している。そう、それだけはちょっとお伝えしておくか。タイタさんは間違いを犯している。これはガチで、何ガチの友達として俺は言う。なになになに。マジ知りたい。お題なんだと思う。お題なんなんすか、タイタさん。これガチの話。俺 TNT。 TNT でしょ。いや、俺も TNT だったんすけど、うん、うん、TNT が5つ。そこだね。そこなんすよ。え、だってそこだな。え、いくつ。そこなんすよ。5じゃないねんな。5じゃないんすよ。1なんよ。1なん。これはガチで1っす、これは。本当に。いや、俺もう TNT の次のお題クリアしたんで、私ちょっとごめんね、これお情けというかね。あ、うん、これはもうガチなんですよ。で1個です、ガチで。あれって、もう帰ってこないみたいなもんね。もう見えたんだよ。そうこれ多分で5個作って帰ってきて、あれみたいな。そう、それ多分これ帰ってきた後、帰ってたら絶望するだろうな。絶望。そうさっきにんまりしながら、にんまりしながら言ってたんだよ、俺。いや、言ってたけど、あ、俺もなんかね、違和感はあったんだけど。違和感あったね。もういいかがちょっとそのライン超えたかなっていう。そうそう、もうさすがにって。そう、さすがに。いや、本当にありがとう。その上で、山火事を犯した大原、マジで芝生。なんでなんで。マジで、いや、それ言えないよ。本当に知りたい。それ言えないよ、それは。でも俺、まもなくそれを、そのあれを知ることになるから。知った上で、多分俺は2人からしばかれるんだろうなっていうのを、もう、こうしてる。しばかれるの。こんなにキヨキヨさんを怒らせてるの。いや、そうだよ。これは理解しちゃった。キヨキヨ理解してしまったよ。俺は起こせないよ、さすがに。俺は起こせない。俺もまさかこんなことになると思ってなかった。へい。
いやでも、まさか砂漠に探し行くなんて。いや、確かにすごいよ。いや、それはそう。あれが想像しますか。すごいよね、でも、本当に。いやでも、よかった。言えてよかった、俺は。よかった。これ前任ぶってるけどね。これは言わなかったからね。前任ではない。だって俺も言わなかったから、ね。前任でもない。いや、さ。なんかタイタイがボソッとさ、いやー火薬25個って大変だなみたいな言ってて、そう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 、そこなのよ。マジでその時ニヤニヤ、2人めっちゃねニヤニヤしてた声してた。絶対あって思ったね。こいつ間違えて覚えてるやろって。間違ってるってなった。あ、だからか。いや俺そうか、戦略が間違ってたか。確かに1個だったら、うん、別に地下でいいもんな。あー、そうだよな。お聞きしたいんですけど、うん、どこで5になったんですか。それが分かったら多分苦労しないんですよ。はい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 。気づいたら5だったんですよ。気づいたら5ってなってた、ね、でもさ、砂漠行ってたってことはもう最初に読んだ時から、あ、もう5っても空目した可能性ある。そうそう、5だと思って、うん、確かにもうスタートしてた俺。1だったら多分行かないもん。さあ今から、そっか、あの大原面がやったその悪事を目の当たりにすることになります。いやー、まあいつ目の当たりにするかっていうのは人によるかなっていう。そうだね。うん。なるね。なんかこっち側気持ちいいな。今すぐ行くぞそっちに。今日はキヨキヨがこっち側でタイタン煽る、ね。ちょっとこっち側気持ちいいな。新しいね。新しい展開だよね。タイタン追いつけるか。いやでも、ちょっと俺もね、休憩にも追いつかれる可能性結構あるんで。あ、マジで。それはいい話。次のお題がちょっとね、かなり今影響してきてる序盤なので。まだ大原のね、ボートがマジで見えていないという状況ですね。おお、なるほど。次は行けそうだな、それで言うとな。だから後続をちゃんと潰す動きっていうのも俺はちゃんと続けていくつもりでは。いや、後続潰すの大事だわ。ちょっと俺もやっていくわ、積極的に。でもやっぱ取り入れててほしい、この動きは。いや、そうだね。大事だね。継承していこう、俺らの。こういう種目やった時にリードしたら絶対潰そう。そうそう、潰そうっていうね。うん。よだい、潰すぞっていう気持ちでやってるから。僕たち、ね、文化祭やってるわけじゃないから。ガチだね、いいね。やべ、俺が言わない方がよかった、これは。やめて、潰すのやめて。うん。みんな、そう、みんな、お題を全員勘違いしてほしい。よし、やって帰ろう。おお、でもそれで言うと毎回ちょっと多めにね取ってるんだよね。あ、大体帰ってきた。いや俺も今ね、次のお題で食べ物10種類やってるんだけど。おお、はい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 。大原面の悪事聞いちゃう ?1 個悪事聞いちゃうけど。え、でもまだ分かんの。僕はい、納品しましたと。まだ大体そのお題見てないね、まだ。見てない見てない。あ、そう、じゃ次のお題見た時に俺の悪事バラすわ。そうだね。オッケーオッケー。いや俺待って、これ 3個分かれてんだけど、これ見ていいの3個。いや、ダメで。じゃあもう決めるしかないが、じゃあ私は直感でいくしかない。じゃあこの色にしようかな。ドゥドゥーン。あ、このゲート、うん、はいはい。お、すごい、なんか迷路みたいになってる。すげえ。お、すごいすごいすごい、なんか迷路になってる。だって10種類結構きついということに気づいたわ。きついよな。やばい、迷路になってんだけど、なんだこれ。おい、まさか生物全滅させたんじゃねえだろうな。いや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 、あ、ダイヤモンドに切るわ。なんだこれ、なにこれ。じゃあ1つ目の悪事バラすか、うん、お願いします。うわ、1個目の悪事、てでーん、村の畑を全部収穫した。ああ、まあまあまあ、まあ、はい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 。あかねえ、ちょっと待って。いや俺地獄級、ね、俺地獄級のさ、おだひら、うわー、え、地獄狂気を、いや、多分俺の方が地獄級だった自信あるよ。え、なに、そんな地獄級が通ってんの今。地獄級、まあでも分かんない。まあでもどうだろうって感じ。え、なるほど。いや、これどうだろうって感じなんですよ、マジで今。このムーブが合ってんのかもすら分からん。まあちょっと一回やってみよう。一回様子見だけ。大原面の悪事、その2。その2、うん、はい。山に火を放った。てってでー。いや、それは知ってるんだけど、それはどう悪事なのか知らないの。あ、大原いるわ、なんか。行動の問題としては確かに悪事だけど、行動としてはね。うん、ちょっと大原ない。いわば、
今悪事その3で水をぶちまけようか。ちょっと待って、やめて、本当にやめて、本当にやめて、本当に友情として、おい邪魔すんな、マジで。悪事、悪事にき、悪事にきよ。何してん、何してん、何してん、邪魔さ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 ん、早く壊せよ。おい、マジで、たらしのマグマ、マジで、マジで。いや俺これ、いやこれちょっと、いやもうなんか、いやわかんない、なんか俺寝酒作ってたんだけど、うん、熱い熱い熱い。あれ大原も入んの？あ、どうもどうも。何しに行くんの、何しに行くんの。あ、じゃあお題一緒かもしんないな。え、ガチ、あと2個。ガチ危な。え、やばい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 。あれゴーツ取ってるこの人。あれ違うのか。やばいやばい、あと牛かニワトリ。痛い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 。頑張れピグリン、頑張れピグリン。もうちょい頑張れ、もうちょい頑張れ。俺帰りたい帰りたい帰りたい。そっち側に行けよ。あー、くそ、やべえ、終わる、消えた。センキュー、ナイスアシスト、キューキュー。やばいやばいやばい、ナイスアシ。いやー、これやだな。くそ、どうすりゃいいんだこれ。やった、何してんの。あ、いたいた、よかったよかった。食べ物探してんだよ。あ、頑張ろう、一緒に。ただ一緒に頑張ろうな、頑張ろうな。俺大体の前でスーパーオールプレッシャーいいか。何、よし、オッケー。ちょっと大体どこいる、ちょっと。おい、やめてくれ。その人参俺に残してくれ。うわ、そういうことか、畑。大体何もまかすんなよ、もう。はい。入れてるよ。それで。いいよ、もう集まってんだよ、もう。集まったのか。いや、そういうことか。確かに畑、それ悪事だな。ああ、そこはあんまり気づかれてなかった。あんま気づかなかった、俺。もう一個の方が強撃すぎだ。いや、そうだね。まあ、ただ、まあ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 っていうね。まあ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 。このままで俺本当に悪事だけして勝つことになるじゃねえか。悪事面になるぞ、悪事面。張り合いがねえぜ。おお、張り合いがねえぜ、マジで。本当に言ってんのか。本当によ。キヨキヨのあのネザーインが分かんないんだよな。いや、だから結構ネザー系のお題なんじゃない、全員。よし、クリアしたよ俺。次のお題来るよ。何、あ、痛い。ああ、うわ、普通に死んだ。おい、焼きやがったな。気づいてしまった。おい、最寄りの葉っぱが遠いぜ。危なっ、ちょっと待て。記憶さん、そうか、そうやって弱者をいたぶることしかできないですね。違う違う違う、あれ、わかりました、あなたの。違う、俺は地面に火つけただけやん。いや、偶然俺が通りかかったんだ。そう、偶然通りかかった。覚えとけよ。うわー、怖い怖い怖い。タイダーさーん、マジ別に怒ってないけど、うん、大原がなんか絶望してる、なんか絶望面の声したね、今。それで言うと、うん、だいぶ絶望してる、だいぶ。あー、なるほどってなってる。なるほど。いや、俺も絶望中よ。すげえお題来たなっていう。俺も絶望中よ、ちなみに。いや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 、皆さん結構絶望してらっしゃる。ああ、来た、やべえ、リンゴに愛されてる俺。え、マジ。うん、あ、大体のタワー、リンゴのリー、大体のタワー、リンゴのリー、センキュー。意味がわかんない。いや、これ、いや俺運いいけど普通の人いけないぞこれ。なんか相当自信が感じられました。俺運良かったからいいけど。これ急遽なんだ。うわ、来た、3択来た。あ、3択。え、みんなどこに行ったかは。いやー、そらもし、いや、お答えできません。それはお答えできません。プレミアム会員のみです、それは。埋まってるぞ。じゃあ、一択ってことやん。あ、でもいけるかも。ご了承としてる。埋まってるな、でも。張り合いがねえよ。先着順だったんじゃない。やべえ、でもタイタイと俺同じレベル、同じ土台にいるからね。こっちこっち行こう。ゆかさんが同レベルって言ってますよ。いや、違う、同じ階層にいるから今。どうやってもう、え、リタイアじゃない。一
人が入ったとこも行けないし、あ、行けないしようか。あ、そうかそうかそう。うわー、ボートで進む、あ、進めた、オッケー、進めた進めた、オッケー、進めた。わかんないんだ。じゃあ、え、全然一択だな今んとこ。次なんだ。やばい、ピンク石だ。すげえな。運がいい、運がいい、運いいな。え、待って、これ俺多分合ってるよね、やり方。え、いや、まあまあまあ、お題違うから言ってもいいけど、いや、俺泣く黒曜石っていうね。ああ、泣く黒曜、このバージョン出ないからな。タイタさん、もうお題かぶんないから、ちょっと共有し合ってこうぜ。ちなみにそのエグさ俺今、うん、クォーツ探しのために。あれ、大原もクォーツ集めてたな。あ、じゃあワンチャン、もしかしたらスキップだったんじゃない。え、いや、え、俺がキヨキヨのが、うん、ってこと。いや、外れ。あれ、俺外れ。え、嘘嘘え、俺外れ。ハズレ、超人が隠せない。俺外れなの俺。いや、そんなことないでしょ。なんだ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 。いや、これ意味なかったです。俺からのプレゼントだ。本当に言った。うん、信じるも信じないもあなた次第。あなた次第。これベッドで私この座標は本当に意味がないのかもしれない。何が本当で何が嘘か。コンフィデンスマナス。待って、これ、え、待って、え、俺マジ外れの可能性あるな実際。タイタイ先行った。さては、タイタイのお題がネザーコーツっていうのかな。嘘かもしれないんだよ。なんでそこで嘘つくって。え、タイタイ実際コーツいくつ。5クォーツ。本当に、うん、え、お題飛ばしてない、うん、マジ飛ばしちゃうかもしれない。大丈夫、飛んでないです。いや、飛んでないでしょ。多分あれじゃない、お題がない正解ルートだったんじゃない。俺当たり説あるの。当たりルート知らんけど。いや、だって俺もう今だから言うけど、ダイヤのチェストプレート作らされたよ。ああ、だから装備してたんだ。なんか、うん、結構エグいなそれ。ダイヤないよって言いながら待ってた俺。ちなみと次のお題もエグかっただけ、とだけ言っとく。大原今ネザーいんの、まあ、そこはちょっと黙秘。黙秘権、黙秘権使う。お、なんかいろいろあるな。おい、モブがいねえよ。これいらねえな、これ視界とかした。マグマ、おい、ピカピカのピグリンよ、早く終わってくれ。マグマおいで。モブがいねえよ、ピグモン。モブがいない。いやいやいや、俺もそんな早く終わりたいよ。俺だって泣く黒曜石を2つくれ。お、来た。攻撃しよう、もうこれで。よし、いや、俺も成長したな。成長を感じられて非常にいい回だ。いや、はい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 、順調な香りがするね。いや、なるほどねっていう。いや、こっからっすよ。こっからか。いや、こっからですね、本当に。やばい、タイタイさんが追い上げてきてるから、マジで。いや、確かに、タイタイがマジで当たりを引いてる可能性結構高いんだよ。ってこと、俺より前にいる可能性がすでに高い。そんなことある。いや、可能性としては可能性あるよね。いやいや、そんなことないでしょ、さすがにないと思うけど。いや、だって俺クォーツ知らないもん。え、見たことないやつ来たってやつ。俺クォーツ見たことないよ、ガチで。ゆげさん、ベッドとか近く置いといた方がいいんちゃう。いや、それな、それな。あれ、大原クリアしてんの今。あ、クリアまだしてないよね。あ、このゲーム自体を。うん、あ、まだまだまだ。あ、俺もツアーものどもだ。まあ、ただまあ時間の問題ではあるかなっていう。やばいやばい、タイタイさんがなんかネザーで意気揚々と。意気揚々ではないけど、意気揚々とやられている。どんなルート取ったんだろう、タイタイ。痛い、ほらほらほら、追いついて。いたよ、 0.5 ハートやん俺。急に瀕死じゃん、瀕死。あー、なるほどね。俺いろいろ考えて。よし、ふう、やっと帰ってきた。おかえり。いや、ただいまただいま。これで何したの。これとこれを入れて、ほい、で、ドアが開いて。なぬ？あれ、これって、うん、もしかしてなんだけど、
もしかしてだけど、ウォールってやつなんじゃ。あれないのか。嘘だろ。早っ。早くない？またカラオケ始まっちまうぜ。カラオケが。ちょっと今からちょっと俺飲み物買ってくるからちょっと準備してていいか。あら、おい、飲み物準備してカラオケの準備だこれ。いやー来ちゃったね。嘘だろ。スペックで見よ。妖怪の戦いが今始まるわけだ。ゴン。おお。あ、玉ねぎ来た。お。うわ。これは泣く黒曜来たんじゃないか、究極さん。泣く黒曜来たぜベイビー。いや、数が足りてないんじゃないか。てか俺をもう殺してくれ。そんな。モラゲットした。オッケー。殺してくれ。殺してくれ。飛び込んでた。よし。足りてるらしい。よし。よし。よし、その上でこの辺か。オッケー。よしよしよし。早く、やばい、早く早く早く。究極さんどこにいんの？いや、わかんないんだよ。そう。俺これでクォーツ出たら俺ちょっと涙目なんだけど。はい、こちら納品させていただいて。マジかよ。え、これで、はい、今2人が思ってるほどめちゃくちゃいい勝負だよ。さあどうだ。あれ、ボタンがない、ボタンが、あったあったあった、よし。え、ちょっと止まって後ろ見てみ。あれ、ボタンが開かない。あ、あいる。やつがいるぞ。壁1枚さよ、マジで開かない。開いた開いた開いた。あ、開いてるよ。よし、こういうことか。なぬ、あれ、なんか誰だここ。合流した。え、なにこれ。なぬ2位3位。おフグ、熱帯魚、一匹ずつ。フグと熱帯魚一匹ずつね。熱帯魚。いや、俺は信じるぞ。何を信じてんの。え、自分を。自分を信じてんの。うん。君は海の方角を知っているっぽいね。砂漠を探してた男だからな。せやで。残念だったな。尻尾が見えたぜ、タイタイ。てめえこの野郎、食ってない。俺がタイタイの尻尾をついていったら海が見えてきたぜ。お前ら大事なことを一個忘れてるぞ。え、なんだよ。俺が適当な打球打ってる可能性。え、なぬ。え、でも俺こっちの方が進んだけどな。あ、まあじゃあちょっとお任せします。違ったっけ。そういうことか。いやでもなんか忘れちゃったよ、結構前の話で。とりあえず、うん、行ってよ、行ってから決めよう。俺ピンク色のボートになったぜベイビー。 なんで。いや、わからない。白樺か。違う気がする。そういうことか。なんか何もない気がする。いや、全然何もない可能性ある、これ。いや、でも、いや、でもこの辺さっき来たぞ、これ。でもこっち、ああ、そうだよね、俺来たわ、マジで、ここ。ああ、奥奥、あったあったあった、奥奥。さあ、場面変わって、キョウキョウは何をしてるか。大体何をしてるんだ、今、大体は。俺は海に行っているのか。平和です、平和です。海に行っているんだろ。もうビューだね。海に行っているのか。これまさか釣るしかないというのか。釣りし清清はさすがに攻めてるね。あれ、いや、あるぞ、ワンちゃん。え、大体海行ってんの。海どこ。大体5万の600。5万の600、俺は友を信じるぞ。あったー、海。さあ、5万の600で海を発見。5万の600で海が来たぜ。いいね。さあ、あとはスピード勝負。この辺にスピードってか、いない、いないんだよ。この辺にいるぜ、多分もう。海の中に生命体が存在しないんだよ。そういう日だ、今。浮気か。え、それに対して、キヨキヨ選手。俺は魚パラダイスあるか。なんだこれは。あ、昆布か。嘘だろ。俺はもうなんか全てが熱帯魚とフグに見えてきたぜ。おめでとう。休んだ方がいい。体の負担がね。 F3B。 タラ、タラか。なんだ君は。イルカか。来た来た来た。でもこれなんだ君は。確実にスポーンし始めてる。ん、これはなんだ。なんかなんだこいつら。あれ、こいつ誰とも同じボートに乗るっていう作戦もあるか。やった。よし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 。フグどこで。フグ、タイタイさん、残念だったな。え、マジで言ってんの。俺は一足先に行くぜ。
マジかよ。ただただもう諦めるんだよな。白旗をあげろ。いや本当にその可能性がある。白旗を上げてキヨキヨさんに負けましたって言うんだ今。いやだ、絶対確定してから言う。そうすれば許してやろう、そうすれば許してやろう。くそ、フグどこだ。一緒じゃねえか、すいません。互いに離れることで脇がおかしくなってるか、これは。タイタイ選手の声がしません。どうしたの、これを探っているのか。タイタイ選手、今フグをスペクテーターで見ていた大原がフグをスルーしていったと。そう、完全でスルー。本当に。いや、全然嘘だよね。当たり判定をオンにしてますもん。なんだと。待ってくれ、誰だあいつは。キョキョー、あいつ、くそ、撃ち落としてやろうか。撃ち落としてやる。治安悪る。じゃあここら辺でさ、沸かせようぜ。これキョキョが沸かせた。いやでもこれキョキョ様 F3B で当たり判定オンにしてないと見逃す可能性があるぞ。しているぞ俺は。お、まさか。おー、いた。いや、ちげえな。キヨキヨさんのいたの嘘じゃん。俺はもう見つけちまったぞ、タイタイ。いや、嘘だろ。タイタイが通ってくれて湧いてくれてるわ、後ろにたくさん。嘘つけ。キヨキヨの輪に熱帯魚がとりあえず湧いている。嘘じゃねえか。さあ、それに対してタイタイ選手。お、お、なんだこれ。生物がいません。くっそ。いや、本当に生物。くっそ、こうなったら。生命体がいないです。こうなったら。なんということだ。何もいません。こうなったらこれ俺の作戦だ、これだ。ようやく出てきたけど、あれ？待って、あれだ、ソロ、ソロ活動してる人がいる。もしかして違うな。おっと、これはタラだ。タラだ。というと泳ぐ姿はまさに偉大。さあ、大海原の一匹のタラ。タイタイ選手、しかしそれをする。当たり前だろ。さあ、キヨキヨ選手の声がいなかった。さあ、これはおっと、じゃあな、タイタイ、俺は先に行くぜ。やったか、俺は先に行くぜ、タイタイ。あ、ただ、今湧き始めております。さあ、目の前で熱帯魚が湧いたところではあるが、しかし熱帯魚ですね、ただタイタイ、意外にもこれをする。出てこい、タラ。タラじゃねえわ、タラ。タラが怪しい動きをするな、こいつは。怪しい動きをしている。やっぱちゃんとはぐれメタルを探していかないとダメだよね。圧倒的に違うから、動きが。そう、タラか、こいつマジタラ、やめてほしいよな、タラマジで。さあ、当たり判定の大体。さあ、一匹動く姿を確認したが、残念だが、これはタラか。これは違う。お、さらに待って、危ない。さらにいるぞ、新たな魚群を発見。ちょっと待って、え、嘘。ビビビビビビ。ちょっと待って、待って、嘘、嘘、嘘、待って。だがしかしタラだ。危ない、危ない、悪だ。タラが止まらない。くそ、食べてくれもう。ここは北海道か。食べてくれ。タラが食べたい。いやー、これはお酒屋さん、これはもうちょっと俺無理かもしれない。見つけたじゃんそれ。さあ戻るぜ俺は。さあ、しかしここでようこそキヨキヨラウンジへ。マジか。ようこそキヨキヨラウンジへ。さあ、これは間に合うか。キヨキヨ選手、村から走って今ゲートに向かっている。ゲートに向かってるぜ俺は。ウェーニングランはすぐそこか。いや、キヨキヨさん、なんだと。戦略的になんだと。ダメです、やっぱりリスポーン設定大事です。貴様。さあ、なんと大体ゲート横にベッドが出た。俺より早いというのか。先にゲートに着いたのはタイタイ。先にゲートに着いたのはタイタイ。よっしゃー、なんだと。姿が見えてきた。さあ、タイタイが前へ進む。なんだと。やったー。なんだと。さあ、今タイタイがゴールイン。なんだとー。なんということだ。なんということだ。頭の使い方だ、これが。もう反動機がえぐい。あ、ベッドが枯れに刺さった。くっそー。いやー、戦略勝ちですね、これは。フグと寝たいよ。で、これで開ける。ほら、あーはくっそー。マジでくっそ
マジでくっそ悔しいやんけこれ。マジで悔しい。おっねえぜ本当に。マジかよ大体マジかよ。やばいよ。タッチの差でした。タッチの差。本当タッチの差だな。いやそっかネザーでベッド置くっていうのはすごいさ頭の中であったのよ、はい、もうリス字もったいないから、はい、うわこの近くでリス字設定すんのは、はあ、負けを認めたな負けを認めですよこれはよかったよかった。いやまた一つこれは勉強になったな。これは死に戻りする際のということで優勝大原めん。やめた2位大体強かったな。イエーイ3位キャンキャン。よっちょっと待ってくれ。いやこれはでも視聴者さんはまだ分かんなかったよ。あ急遽あるかっていうね。いや確かにね同時に画面切り替えされてたらキヨキヨの方がフグちょっと早かったっていう。それは間違いなくそうだから。そうだよね。いや、うん、最後のベッド作戦ということで第2回ボートレースこれにて一件落着。締め方がよく違うけど、お殿様みたいになるけど一件落着とか言ってということでもう本当に第3回ボートレースでお会いしましょう。マジでやりたい。ということでご視聴ありがとうございました。あお疲れ様でした。バイバーイ。